まあ、本当にタイトル2個目取れて、まあ、ホッとしてますね。自分が一回動かそうかっていろいろ考えて、ちょっと迷いが多かったですね、赤番からジャングラーまでは。もう打掌の2センターから踏んだ時にちょっと口開きながらついていって、本当につまらなかったんで、最初かなり強かったですね。まあ、あのかかりで3期間がまずびっくりしたんですけど、なんすかね、松浦君も余裕はありそうでしたし、一緒に走りながらすごい脚力差も感じましたね。そうですね、外新田さんで被っててやばいなと思いますけど、まあ、空いたんで、まあ、とっさの判断で打ちに行きました。すごく応援していただいてたので、走る前から優勝できてよかったなと思います。まあ、でも本当に2個取って本物って言われ続けてたんで、本当に2個目取れてよかったなと思います。そうですね、気を緩めずにもっと取っていきたいなと思います。タイミングはいいタイミングでいけたとは思ったんですけど、結果につなげることができなかったのは悔しいです。内外旋回開けないように気をつけてたんですけど、一瞬開いてしまって、まあ、そこ行かれてしまったんで、それは本当に悔やまれます。すごい落ち着いてる感じでしたね。僕ばっかり焦っちゃって。そうですね、最初はちょっとこうしんどかったんですけど、まあ、重圧っていうよりかはこう考えることが多くて大変で、まあ、ちょっとしんどかったんですけど、もう慣れてきましたね。今日仕掛けれなかったんですけど、それを押しかけれるような脚力を身につけれることが今後の課題かなと思います。いや、ちょっとまさかって感じでポカーンときてますね、はい、全部太田君と松田さんにお任せして、まあ連結だけは外さないように、頑張りました。まあ、まず太田君が切符よく行ってくれて、まあ、松田さんの番手まくりもすごかったんで、僕は本当ついていって抜くだけみたいな感じだったんですけど、はい、まあ、正直ちょっと、まあ、まさかって感じですね、はい。まあ、連日もう後ろからものすごい勢いで脇本さんも飛んできてましたし、もう最後まですごいスピードが来るんじゃないかなと思いながら走ってました。いや、正直前回までの成績で、まあ優勝できると思って来てなかったんで、ちょっとできすぎですね、はい。自分で取れるぐらい力つけたいですけど、まあ、本当今回はみんなのおかげで、はい、助けられました。まあそう、今年ね、まだ3ヶ月しか経ってないんで、まあここからまた長い長い1年間になると思いますけど、はい、頑張りたいですね。今年は出れる G1 が少ない中での戦いだったので、まあ、どうしても優勝が欲しいという気持ちの一心で、はい、頑張りました。特に決勝だからといって気負うことなく、まあ、前受けからの、まあ、組み立てで、まあ、いつも通りの仕掛けをしようかなというふうには思ってました。まあ、そうですね、正直松木君がすんなりの、まあ、スパートだったので、まあ、正直焦りはあったんですけども、まあ、自分の力を信じて、まあ、かけたという感じですね。まあ、そうですね、まず1コーナーで清水君の動きもあって、まあ、バック次から平原さんの動きがあってっていうのがすごく苦しかったんですけども、まあ、なんとか乗り越えられたのかなっていうふうな感じですね。進み具合はちょっと正直悪かったので、まあ、正直不安はありましたけども、まあ、1回踏んだ以上はしっかり信じ切って、まあ、最後まで踏み続けるっていうことを考えてたんで、まあ、本当にうまくいってよかったです。まあ、そうですね、内側のにいたお客さんも本当に熱い声援もらえたので、まあ、ようやくその G1 の舞台に帰ってこれたなっていうふうな実感は得られました。去年怪我で出れなかった分、しっかり、まあ、今回は勝ちたいという意識を持って戦ったと思います。増木も平原もいいレースしてくれましたね。まあ、俺の地元だからっていうのももちろんあったと思うんで、本当に嬉しいですね。優勝するために短期で走ることを決めたので、まあ、そこはやっぱり慎太郎さんといえども本当に遠慮なくやらせてもらって、でもまあ最後やっぱり慎太郎さんの技にもう負けました。慎太郎さんの壁が厚かったですね、はい。
まあそうですね、とにかく勝ち上がりの段階で味方をしっかり増やすっていうことを念頭に置いて戦っていたので、まあ、その決勝戦も近畿3人揃っての戦いだったので、まあ、それは本当に、まあ自分が勝てた大きな要因なのかなというふうに思います。本当に今年は出れる G1 が少ない中で、まあ、どれだけ、お客様の前でアピールできるかっていうのが一つ僕の中での目的があるので、まずはそれをしっかり一戦一戦達成しつつグランプリに向けて頑張りたいと思います。そうですね、本当にお客様の目の前で地元でこのユニフォーム、グランプリユニフォームを着て本当走ると思ってなかったんですけど、しっかり責任感を背負って頑張ろうと思ったんですけど、連日本当にラインのおかげで決勝上がらせてもらって、その気持ちも一生懸命踏もうと思いました。そうですね、小松崎さんがすごい勢いで仕掛けていたので、郡司君も粘ったので、自分の展開になったかなと思いました。体勝手に反応してたっすね、はあ、なんか自分で頑張っていった感じでもないですね。短期になったらもう味方はいないので、僕が行った時は絶対自力優勝の入るのは分かってるんで、もう行ってまいって感じなんです。すごい声援もらいましたし、この声援の中で優勝できたらめちゃくちゃ気持ちいいやろうなと思うんですけど、本当気持ちよいですね。いや、こんな応援してもらえると思ってなかったんで、本当にすごく嬉しかったですね。しっかり短期でもやっぱり仕掛けてたし、多分誰が後ろにいようと仕掛けてて押し切って、あとはかわされたら力があるかないかっていう感じのレースするかなと思ったら、まさにその通りのレースしたって感じですね。古直が地元なんで強かったと思います。でも九州で上位独占に、2、3、4なんで、それが 1、2、3になれるようにみんなで勝利したいと思います。そうですね、これからもまだまだ G1 続きますし、グランプリは脇本さんと走るのは決まってるので、しっかり気持ち入れて一戦一戦頑張っていきたいなと思います。いや、本当にすごい応援ありがとうございました。自分でもしっかり力出し切れて、いい優勝できたかなと思います。これからも応援していただけると嬉しいです。犬伏君がしっかり落ち着いて仕掛けてくれて、すごいチャンス作ってくれたんで、結果で答えないといけないなっていうのは残り1周前ぐらいかなと思いました。ホームでしっかりかかったんで、これはなかなか仕掛けれないぞっていう感じで、もうジャンぐらいのスピードも昨日ほど踏んでなかったですし、しっかり残るかなっていう思いで、ワンツーしっかり狙っていこうと思ったんですけど、3コーナーあたりから失速してきたんで、うまく切り替えれたかなと思います。そうですね、たくさん応援していただいてたんで、しっかり優勝しないとっていうか、結果出したいっていう思いで、最後踏み込んで、ちょっと危なかったんですけど、皆さんの声援に応えることができました。前半戦で特別競輪優勝できなかったですし、こうやって結果出せたことがまず良かったなっていう思いと、賞金王が目標なので、そこに向けて一歩前進できたなっていうのがあります。ちょっと優勝っていうのが去年よりも少ない部分があるので、もっともっと決勝戦でしっかり結果を出したいなっていう思いと、もっと魅力のあるレースをお客さんの前でしっかり見せたいなと思います。出場機会が少ない中での戦いなので、今のところは2回出て、2回とも優勝できてますし、気持ちはしっかり切らさずに戦えているなというふうに思います。そうですね、あそこで追い上げっていうふうな形はもう取れないなというふうに思ってますし、そこはしっかり気持ちを切り替えて、優勝できるようにというふうに思ってました。引き切って、まだその行きたいっていう気持ちにはならなかったので、そこの気持ちの切り替えまで半周以上かかったのかなっていうふうに思いました。いや、もう僕の中ではもう本当に焦ってましたね。仕掛け自体もちょっと半信半疑なところありましたし、ゴールして本当に自分が優勝したのかなっていうふうに疑問にちょっと思うぐらいの、ゴールだったので、本当に優勝できてよかったです。
そうですね、まあ、オールスターもドリーム、まあ、それに応える、まあ、レースは自分の中で、まあ、できてるかどうかは、まあ、定かじゃないですけども、自分らしいレースはしっかりやってるつもりなので、まあ、その期待に応えてまた次回も走りたいなと思います。気配がしたんで、まあ、ちょっと早めでも踏み込んでなんとかあのセーフティーリードを持てたらなと思ったんですけど、ちょっと持たなかったですね。まあ、また3着でしたね、いつものいやでも今日に関してはもう脇本君とアスラ君が強すぎてもう完敗っていう感じの3着ですね、はい、まあ、そうですね、本当に今小翔君と自分で、まあ、その近畿を盛り上げていっているつもりなので、まあ、これを機に、まあ、あの近畿自体が盛り上がってくれたらいいなというふうに思います、まあ、今後、まあ、寺崎君のその連携を考えたときに、まあ、こういう、まあ、自分の技量不足で、まあ、ラインが分断されることがないような、まあ、自分も技術をつけたいなというふうに思います。グレードレースの決勝戦で、まあ、神奈川3人乗ることっていうのはなかなかないことだったので、自分も気持ち入れて走りました、はい、いやあの本当に無我夢中で、もうジャン過ぎぐらいから誰も出させないつもりで、しっかり走ってたので、まあ、その結果がついてきただけだと思います。まあ、ホームで来てないのを確認できたので、あとはペースで、あのバックで負けられないように踏み上げていこうというつもりで、してたので、まあ、あとはあのどれだけ持つかというところだけでした。そうですね、本当に優勝した嬉しさと、まあ、ちょっとアクシデントもあったので、まあ、素直に喜びづくりという複雑な気持ちなんですけど、あとも、ラインから優勝者誰かあしら出したいという気持ちは出せたかなと思います。G1 実何回か取ったんですけど、やっぱり自力で出しての優勝っていうのはなかなかなかったので、まあ、そうやって結果がついてきてくれたことは嬉しいです、はい、まだまだ確定はしてないので、まあ、喜ぶのは早いですし、まあ、あとは残り少ないレース、まあ、G1 も残り2回ですけど、まあ、そこを優勝を目指して確実にグランプリの結果を手にできるように頑張りたいと思います。悔しい思いもありますし、また出たいという気持ちはもう常に思っていたので、まあ、それに少し近づけたっていうことは本当に、まあ、嬉しいことです。毎年この時期が来ると皆さんの期待を背負いながら、すごくこう重い苦しい10月っていう感じだったんですけど、やっと今日でこの10月から少しは解放されるんじゃないのかなと感じています。去年レースの会場で神山さんが走る直前から、取れるのもお前だけだし絶対取るべきだ、諦めんなってずっと言ってくれて、まあ、その言葉はもう今でも忘れられなくて、今回さえも、まあ、要所要所で絶対諦めちゃダメだって自分に聞かせることができたのは、まあ、そういうレジェンドの言葉っていうのはすごく響きました、ね。まあ、いろんな記録が今年出てる中で、まあ、多分記録ってこういう時に出るのかなとか思いながら走っていたので、まあ、やっとこういう意味では皆さんの期待に応えられたのかなと思いますし、これからの競輪界っていう部分こういろいろ変わってくるのかなと思います。そうですね、はい、ここで2着取れてグランプリに賞金にだいぶ近づいたと思いますし、2着も優勝でグランプリ取れるので、はい、まあ、結果的には良かったのかなと思います。まあ、平原さんが一緒にいたんで開けばうちっていうのはずっと考えてました。まあ、どの道森笹には行かれてたんで、はい、まあ、悔しいですね、はい、今日の決勝メンバーもかなり強いメンバーで、まあ、グランプリ確定している小翔君や、賞金争いでも確定している選手もいっぱいいました。その中で優勝できたのは本当に自信になりました。年末のグランプリしっかり走り切れるように、そして全力で皆さんの前に立てるように頑張って調整していきます。